と二人に話があるんだが。上がらせてもらってもいいかい？プリムラが魔法を覚えたっていうのは本当かい？簡単な治癒魔法だけど使えました。お兄ちゃんの怪我治せたの。事実ってわけか。残念だけど嬉しくないね。これから君たちに話さないといけない内容を考えれば。はっきり言うぜ、プリムラには魔界の施設に戻ってもらう。戻ってくることはまず不可能だ。プリムラが人間界での生活を許されていたのはあくまでも魔力の制御に関してプラスになると認識されていたからなんだ。そしてその力をプリムラは手に入れてしまった。今度はその力を研究のために使ってもらうことになる。前に説明した通りだ。プリムラはある研究のために作られた生命体。何よりもその研究に尽くすことが最優先事項になる。そのための力をプリムラは手に入れちまった。命の研究だよ。魔法はある意味奇跡の力だ。破壊、修復、防御、治癒、通常では決してありえない願いを具現化させる奇跡の力。けれどその力でも思い通りにならない唯一のもの、それが命だ。
死んだ者を蘇らせることはできない。治癒魔法で治せる者にも限度がある。けれどもしそれを可能にすることができたらどうだい。失ってしまった大切な命を取り戻せるとしたら、ただ死を待つしかない者の命を救うことができるとすれば、これはそのための研究なんだよ。プリムラでなけりゃダメなんだ。プリムラはな、いわば究極の矛盾なんだよ。考えても見てくれや。生命の研究をするために、その生命を作り出す、こんなことが可能だと思うか。ありえない。んなことは絶対に不可能だ。そもそもその生命を作り出すための研究をしてるってのに、どうやったら作れる。奇跡の一つでも起きなきゃ絶対にありえねえ。プリムラはな、その奇跡なんだよ。だからこそなんだ。奇跡そのものであるプリムラを調べれば、今の俺たちに足りないもの、必要なものを知ることができる。プリムラは完成体なんだ。この研究の唯一の完成体だからこそ、プリムラでなければいけねえ。命を作るということはね、凛ちゃん、心を作るということによく似ているんだ。作られた命が心の力ともいえる魔法を制御する。これは重要な研究だとは思わないかい。だからこそ私たちはプリムラに魔力の制御を求めた。そしてその力をプリムラは手に入れた。魔界と深海、その絶大な期待を背負った研究を今さら中止するわけにはいかない。魔法の発展のためにもプリムラは必要なんだ。この人間界にいる、このこと自体がもともと予定外だったんだ。ここまでそいつが許可されていたこと自体、最大の譲歩だったと思ってくれ。残念だけれど、これはもう決定事項なんだよ。変わることはない。来週末、プリムラは魔界に戻り、そのまま施設において拘束されることになる。プリムラはその準備をしておいてくれ。話はこれで終わりだ。邪魔して悪かったな。
して聞くない。お兄ちゃんとずっと一緒にいたいよ。